はい、どうもこんにちは。皆さんは日本とアラモの砦につながりがあるということをご存知でしょうか？アラモの砦はご存知ですか？アラモ砦って聞いたことあるなって感じですか？アラモ砦とはテキサスの独立戦争の際にテキサス人の小部隊が立てこもった現在のテキサス州南部サンアントニオの伝道院です。義勇軍はアラモ砦に立てこもりますが、アメリカからの救援は来ず全滅してしまい、そのことが米世論を動かし米北戦争へとつながります。実はそのアラモ砦の敷地内には明治期の日本の歴史学者志賀重隆が寄贈した石碑が立っているんです。志賀氏は1899年に調査のためアメリカを訪問し、その際にテキサスも訪れ、このアラモ砦にも立ち寄ったそうです。そこでボーナム大尉という人物を知ります。ボーナム大尉はアラモの戦いの際、救援を求める伝令に赴き、その後危険を顧みずアラモ砦に戻り、他の者と運命を共にします。その話を聞いた志賀氏は日本の戦国時代のあるエピソードを思い出します。戦国時代、長篠の戦いの際、鳥居スネーモンという武士が援軍を求めて長篠城から岡崎城へ向かいます。その後救援の出陣をした鳥居はその吉報を伝えるべく長篠城へ引き返します。途中敵方の武田軍に捕らえられてしまうのですが、命と引き換えに長篠城の兵にその朗報を伝えました。志賀氏はボーナム大尉と鳥居常門の2人の話を重ね合わせ、国は違えども自国のために戦う男の精神は同じだと感じ、強い使命感に東西の別はないと感動しました。そして後年、漢詩を綴った石碑をアラモに寄贈したのだそうです。志賀氏は同様の石碑を当時岡崎城があった愛知県岡崎市にも建立しています。この今回の2人の話のような決死の働きや忠誠心というものに感動を覚えるのも、やはり人間とは本来こうあるべきだからということなのかなと思います。親兄弟、そして広くは国や世界のためにたとえ死を前にしても揺るがない姿勢を私たちも見習っていきたいですね。ご清聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。